はい、それでは次にカメラと、ライティング、そしてフォグ切りですね、の設定を行っていきたいと思います。ですね、まずはライティングからいきましょうかね。ライティングはとりあえずはこの普通のライトをシーンの中に入れてみましょう。そうするとですね、こうライトがねここに出てくるわけですけど、遠くの方で光源があるように見せたいので、このライトではなくて、今回はそうです、オムニライトではなくて今回はスポットを使います。でスポットはですね、逆を向いちゃってるんですね。こんな感じで、まあ、こっち側に、照射方向があるわけですけど、今逆を向いているので、まずここをちょっと調整していきます。回転で、こんな感じで向けて、でですね、もう少しこっちかな、もう少し近づけようかな。これで、このライトの位置はこれでいいんですけど、このライトのですね、光源の、性質を少し変えておきます。ですね、ここから、影のタイプもですね、シャドウの、シャドウマップのソフトの方を選択して、このライトを今、そうですね、まあ、今このライトの光は、明るさだけで目には見えないんですね、それをですね、このビジブルとかボリューミックとかこの辺を使ってですね、目で見えるような、霧っぽいエフェクトが出るので、遠くで、遠くにオブジェクトが遠くに行くに従って霧の中にこう隠れていくようなエフェクトが出ます。なので、この、ボリューミックを今回使いましょうかね。今回使って、きます。でこのライトのですね、範囲を決めてあげます。こんな感じですかね、こういう感じですかね。もう少しライトを下げて、まあ、こういう感じでいいと思います。それで今、光の色はですね、今白なんですけど、ちょっと白は面白くないので少し青っぽい光を入れてあげたいと思います。感じかな。この状態でどういうふうに見えるか一回ちょっと確認してみたいと思います。簡単に確認する方はここの三角形ですね、この小さい黒い三角形が出てるんですけど、ここをちょっと押していただくと、こういうウィンドウが出ますので、ここからインタラクティブリージョンですね、ここを選んでいただくと、ここの選択した範囲だけをレンダリングして見ることができます。こんな感じですね、遠くの方がなんか霧っぽく隠れているように見えます。少しライトが、暗いので、ここを 200% から 250% ほど開けてみます。まあ、こんな感じですかね。少し強いように見えますけど、後々また修正していきます。そしてまた、この3次元空間にはまた、ですね、霧を設定して行こうと思うので、その霧の中に少しこのライトの光が隠れちゃうので、少し強めの方がいいと思います。そしたらですね、少しちょっと動かそうかな、で少し回転させようかな。そしたらですね、このライトをもう一つ作っていきたいと思います。インタラクティブレンダーをとりあえず切ってですね、もう一つのライトですね、ちょっとシーンを上から見ましょうか。こういう時は4ビューを使います。今1つ目、2つ目のライトここですね。でこれの回転を調整して、少しこのライトは高いところから下方向にこういう感じで、そしてこのライトの色ももう少し離していいかな、ちょっと伸ばしましょうかね。でこのライトの色は今度ちょっとピンクっぽい色にしましょうかね。こんな感じ。これでまあ
ライトの設定はまあいいと思います。 H ビューに戻って今どういう感じかちょっと確認してみます。こんな感じですね。それでですね、今の問題は、背景の明るあのライトだけが妙に明るいで全面が暗いですね。なので、この全面に少しライトを加えてみたいと思います。このライトの設定に関しては、ですね、このチュートリアルの中の第2回だったかな、ライティングとカメラの設定について、説明したあの項があるのでそちらの方も参考にしてみてください。まずはこれ切ってですね、一つノーマルのライトをシーンの前面に入れていきたいと思います。でこのライトはですね、オブジェクトの少し斜め45度あたりから照らすようなキーライトになります。あ、ごめんなさい、キーライトですね、メインライトですね、メインライトになります。でもう一つのライトが、これも言っときましょうかね、名前キーライトで、こっちのライトがフィルですね。この2つがバックですね、バック1とバック0ですね。でフィルは、物体のやや正面から照らすようにして少し離しましょうかね。で、インテンシティを 50% ぐらいかな、こういう感じでいいと思います。でこれどういう感じかちょっと見てみましょう。少しまあちょっと正面からのライトは強いかなという印象もありますけど、まあ大丈夫でしょう。そしたら、この3つのタンパク質にちょっともうカラーマテリアルを当てていきましょうかね。ちょっとこの色気持ち悪いので、まずはこの辺りから適当にカラーマテリアルを取ってきてで放り込みましょう。こんな感じ。ああこんな感じかな。ちょっとこのカラーマテリアルおかしいですね。まあこのカラーマテリアルがなぜかおかしいんですけど。どうしてかな。これをこの人たちをちょっと表示に変えてみます。これで一旦インタラクティブレンダーを切って、おかしいですね。ああじゃあこれをこの多分マテリアルが邪魔してるんですね。こういう余計なマテリアルがあるとどうしてもレンダリングの結果がおかしくなるんですね。なのでこの辺りも切ってしまって改めてもう一回、もう一回ありますね。こっちもあるな。これもあってベイクのタグも外してこのタグも外しましょう。でこれで改めてもう一回カラーマテリアル放り込んでいきます。これはどうでしょう。あ、入ってないな。はい、入ったか。あ、治りましたね。多分あのカラーマテリアルのタグが悪さしてましたね。そしたらシーンの中に、フォグを入れていきたいと思います。フォグの作り方はですね、ここからエンバイロメントを選んでください。エンバイロメントの中で、ここですね、
フォグのチェックを項目あのフォグの項目がチェックをするところがあるんですけど、ここをチェックしてください。そしてフォグの色を少し、ですね、暗めのパープルみたいなのがどうでしょうかね。これで、どんな感じかな今。ちょっとフォグが弱いですね。でフォグが弱い理由はですね、この単純にこの強さが足らないっていう場合があるんですけど、今こう 100% になってるので、まあ、強さは十分なはずなんですけど、次の理由はここですね。ディステンス、距離ですね。フォグを、カメラの位置からどの程度離れた時にフォグを発動させるかっていう条件なんですけど、今あの1万センチが与えられてるんですけど、これちょっと遠すぎるんですよね。でもう少し手前からフォグを発動させたいので、ここを多分3000とかに変えると結構変わってくると思うんですよね。こんな感じでフォグの中にオブジェクトが隠れちゃいましたよね。これちょっと強すぎるんですけど、まあ例えば5000とか、まあ、こういう感じで、フォグの位置を調整していくんですね。まあだいたい良さそうなので、この辺りからちょっとカメラの設定に行きたいと思います。でカメラはですね、普通に、このカメラをシーンの中に加えると、1つカメラが設定できます。で、どの辺りにカメラがあるかというと、今だいぶいろんなものがシーンの中に入っているので、線がだいぶうるさくなってきましたけど、こういった線ですね、いろいろうるさくなってきましたけど、こういうのはですね、まあ今カメラはここですね。で今焦点位置がここにこの辺りにあるので、このカメラで、レンダリングをしてしまうと、焦点を設定しているとですね、シーンがぼやけてしまうことになるので、焦点位置をこのタンパク質の、大体、場所に合わせておきます。こういう感じですね。で一回ちょっとカメラからどういうシーンが見えるか、見てみたいと思います。このカメラにですね、視点を変えるのはここのボタンです。このボタンを押すとカメラに視点が変わります。これで今どうですかね、どんな感じでしょうかね。まあ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 ですね、ちょっとフォグが、手前すぎるかな。ここを調整してもう少しカメラを近づけてもいいと思うんですね。レンダリングを切りましょう。レンダリングビューを切って、こんな感じかな。で焦点位置がずれたと思うので、焦点位置をもう一回調整して、まあこんな感じでしょうかね。それでどうしようかな。これでもう一回ちょっと見て、あフォグをね少し手前すぎるので、もうちょっと500とか5500とか、あこれちょっと本ちゃんのレンダリングに入っちゃいましたね。まあ悪くはないんですけどね。まあ、こういうふうに遠くの方にある、臨死室はフォグの中に、隠れていっちゃうって、こういうエフェクトを、入れると、シーンの中に奥行きが出るんですね。ここでパチンとこうあのフォグを当てないと、ここで、境界面がはっきり見えてしまって、空間が非常に狭く見えます。なのでですね、これでまあいいと思います。であともう一つですね、カメラにですね焦点深度を与えて、遠くのものはぼかすという、そういうエフェクトも入れます。そのやり方はですね、とりあえずカメラの視点から、カメラを上から見るようにしてですね、ここ、ですね、リアブラ後ろのボケですかね、カメラボケですね、ボケの範囲をどこから指定するかですね。これちょっとややこしいんですけど、今
霧を非表示にしますね。そうすると今焦点位置がここにあるんですね。で焦点位置からずっと伸びたところにここにもあのポイントがあるんです。でこれは何を意味するかというと、ここから先のオブジェクトをぼかすというそういう設定になるんですね。なので、ここもう少し縮めてあげて、この辺りからボケが始まってこっちの方で完全にボケちゃって、輪子質の形がはっきりわからないみたいな、そういう、シーンにしたいと思います。でここにまずチェックを入れる。でこっちのフロントの方のブラーもあるんですけど、ボケもあるんですけど、これは今回使用しません。でこれで一回カメラ戻してあげて、これでインタラクティブレンダーでちょっと見てあげたいと思います。ボケたね、ちょっとボケましたよね。ボケの設定をですねもう少し、やっていきましょう。ここで、これですね、デプスフィールド、ここのエフェクトの中からどこだったかな、デプスフィールド、あれどこだろう、いつもこれ探すんですよね。あれ、あ、ひょっとしてこれこうか。ああ、ここの C の中に入ってると多分この項目から消えるんですね。知らなかった。ここのデプスフィールドを、デフォルトではデプスフィールドはこのレンダリング設定の中に入っていませんので、これエフェクトの中から追加してください。デプスフィールドを選ぶと、こう入ります。でここにですねブラーの強さを設定するところがあるんですね。これをですね 5% から 12% とかこのあたりをすると結構がっつりボケます。レンダリング設定ですね、あ、消えちゃった。こういう感じですね。そしたら、まあ、大体設定は良さそうなので、少し手前のピンが甘いかな。ちょっとデプスフィールドでの強さを強くしたので手前の方のピントが甘くなりましたね。これで、いいと思います。ではこれでレンダリングに入っていきたいと思います。まあ、軽くレンダリングするのはこのボタンで、レンダリングが始まります。こんな感じですかね。ちょっとここもう少しこのライト強くてもいいと思いますけど、まあ、このあたりは好みで調整してみてください。あともう一つ調整していく箇所があります。それはですね、アニメーションさせると、膜が動くんですけどタンパク質は静止していると。これちょっとかっこ悪いので、タンパク質もゆっくりと上下するようなアニメーションをつけていきたいと思います。これはですね、このシネマ 4D タグの中で、バイブレートというタグがあるんですけど、ちょっとアニメーション止めましょうかね。バイブレートというタグがあるんですけど、これですね、このチュートリアルの中でも確か何回か使ったと思うんですけど、オブジェクトをランダムに動かすというそういうタグなんですね。これを使ってランダムに上下運動をさせると、そういうことをしていきたいと思います。まずはこちら側のタンパク質アデニリルサイクレスですね。これとあとレセプターと G タンパク、レセプターと G タンパクは一つセットなのでこれは一緒に動いてほしいんですね。これがバラバラに上下するのはちょっとかっこ悪いので、こういう場合には G タンパク質の方をレセプターの子供にしてしまいます。これでこのレセプター、これは親なので子供になってこの G タンパク質は親に追従するということになります。でこちらのアデニレルサイクレースの方はこっちはまあ独立で動いてほしいと、これはこのまま放っておきます。この2つに対してタグを当てます。バイブレートですね、この2つ当てます。バイブレートがどういう役割をするのか、とりあえずこのレセプターの方の、
とバイブレートだけを作動させてみたいと思います。ですね、これでまずは作動のさせ方ですけど、ここにポジションとスケールとローテーションとあるわけですけど、ですね、チェックを入れる項目に対してランダムに何かアクションがかかるんですね。このポジションの方にチェックを入れると、今このランダムに動くわけですけど、その振り幅は100センチということになります。とりあえず発動させてみましょうかね。こんな感じ、横に100センチずれるような感じですね。こんな感じで動きます。まあ横というのはちょっとおかしいんですけど、だからここを0にして、縦方向ですね、上下方向ですかね。これを動かすと、ちょっと100センチぐらいにして、こういう感じですかね。ちょっと振り幅が大きいですけど、まあこういう感じで、作動します。例えばスケールなんていうのもやるとランダムにこう大きさが変わっちゃうんですね。これも今回は使用しないのでこうチェック外しますけど、あとローテーションなんていうのも少しこういうふうに上下こう揺れるんですね。角度がつきます。こんな感じで、まあ、これも今回使用しないのでチェックを外しておきます。まあ少しこの辺りは多分30センチぐらいですかね。少し上下する感じで、まあこれと同じような調整をアデニレルサイクレスの方にもしていきます。チェックはポジションだけで、振り幅は、縦方向30センチと、こんな感じですね。でですね、今お分かりですかね。この2つのタンパク質、こっちは複合体ですけど、こっちとこっち同じ調子で触れちゃってるんですよね。これもちょっとあまりよろしくないので、ちょっとずれてほしいと。そういう場合にはですね、このシードの番号を、今0、両方ともデフォルトで0が与えられてるんですけど、こうしちゃうと同じ、ランダムの数が与えられてしまうわけですけど、このシードをですね、適当な数どっちか変えちゃうんですね。そうすると、お互いにこうずれたような感じで動くので、まあ、こうやって、調整してみてください。だいたいこんな感じですかね。一旦ディスプレイのモードをハイにして、でアニメーションさせると、まあまあまあこんな感じですかね。はい、そしたら次回は、これをこのシーンを使って、アニメーションを書き出すというところをやってみたいと思います。以上です。